皆さんこんにちは、ワンピースオデッセイプロデューサーの都築です。前回本作の発表時に公開したトレーラーに対して多くの反響と期待の声をいただいております。一方でですね、もっとゲームの内容を詳しく知りたいという反応もいただいておりましたので、今回は本作についてもう少し詳しく魅力をお伝えできればと思っています。初出時のインタビュー動画でもちょっとお話しさせていただいた通り、本作はですね、ワンピースの世界に触れる偉大な冒険ドラマをコンセプトに制作をしてきたタイトルになっています。このコンセプトを実現するために、ワンピースならではのドラマ体験、そしてアドベンチャー体験、そしてバトル体験ですね、ができることを軸に今回開発を進めています。そしてそれらの要素をより没入感のある形で実現するためには、やっぱりユーザーの方々が触れるワンピースの世界っていうのをゲームの中にしっかり構築することが非常に重要でしたので、そこに一番時間をかけてきました。またファーストトレーラーに、いざ思い出の真っ只中へというテロップをちょっと入れさせていただいたんですけれども、こちらもですね、このゲームのコンセプトを作る上で非常に重要な意味合いを持たせています。ここに関してはですね、ちょっと現時点ではお答えすることは控えるんですけれども、まだまだですね、皆さんが期待するワクワクできる要素っていうのはたくさんこのゲームの中に実はありますので、今後順次ご紹介できればと思っています。そして初出時に公開させていただいた原作者小田栄一郎先生のコメントの中で、3年前に本作のキャラクターのデザインをお願いさせていただいたことについて触れられていたんですけれども、実はですね、ゲーム自体は約5年ぐらい前ですかね、から制作を開始していました。私自身がプロデューサーを務めさせていただいたワンピースの海賊武装4の情報を皆様にお伝えしていた頃には、ちょうどこのワンピースオデッセイの方も開発が進んでいまして、その時はですね、ちょうどシナリオのライティングが終わって開発も中盤以降に差し掛かったくらいだったと思っています。本作のジャンル自体が RPG なので、プレイヤーの皆様が体験することになるドラマっていうのが一つ大きな魅力となってくると考えていました。ですので、その制作には本当に非常に時間をかけていまして、原作でいうとちょうどホールケーキアイランド編の序盤から中盤くらいが連載されている頃には、シナリオの制作も実は動き始めていたっていうような形になっています。でそこから2年間ぐらいですね、追っかけてシナリオの大枠がまとまってきた段階で、小田先生に今回デザインのご相談をさせていただいた、それが大体2019年くらいかなと思ってます。ワンピースオデッセイが初期構想段階だった 3,4 年ほど前に、バンダイナムコさんよりワンピース新作タイトル制作のご相談がありました。設定やストーリーを確認させていただいたところ、ワンピースらしさがあり、非常に作り込まれている作品だなと感じました。もちろん小田さんにもゲームの設定やストーリー、制作中のゲーム映像を見ていただく機会がありました。その際、小田さんも非常に興味を持っていただいて、小田さんにゲームオリジナルのキャラクターデザインをしていただくことになりました。そこで生まれたキャラクターがアディオとリムになります。それ以外にもゲーム内に登場する海洋ドラゴンやヒデリーペンギンなどの動物を小田さんが新規でデザインしています。小田先生にキャラクターデザインに協力していただいたことに加えて、ワンピースの各種設定ですね、だってアニメのアートワークだったりをもとに、開発チームの方ではワンピースの冒険をする上での舞台っていうのを今回作り込んでいただきました。今回ですね、一から魅力的な世界を作って、それを RPG に落とし込むことができるっていう意味で、最適なパートナーとしてイルカさんとですね、タッグを組んで開発を進めさせていただいています。冒頭でですね、世界観の構築に一番時間をかけているとご説明したんですけれども、冒険の舞台のとなるワクルドには、今回ワンピースの世界にあるさまざまな要素っていうのを、デザイン面はもちろんなんですけれども、設定面でも抽出して制作をしています。また雲の一つ一つまでこだわり抜いて、例えば、ゲームをちょっと見ていただくと、天球にはですね、ワンピースの原作での独特な雲の形っていうのを今回ゲームでも再現していたりとか、一つ一つのこの舞台を構成する要素っていうのが非常に没入感が高く作られています。またワンピースの世界を 3D で構築するためにですね、建物だったりとか小物っていうのも独自に細部まで設計、そしてモデリングをしていまして、舞台に登場するキャラクター、様々なキャラクターたちに対してもですね、今回こだわり抜いています。原作とか、アニメの輪郭、そして体型、あとは年齢とか、性別、衣装を割り出して、ワンピースの世界を表現するにふさわしいキャラクターに今回ゲームの中の、いろんなキャラクターっていうのを仕上げています。ルフィはもちろんなんですけれども、アディオやリムなど小田先生に生み出していただいたキャラクターたちを動かすにあたって、ゲームとしての絵作りはもちろんなんですけれども、クリエイティブですね、非常にこだわって制作をしています。ワンピースはどのキャラクターも非常にその表情が豊かなの魅力、それがすごく魅力的なんですけれども、その魅力を 3D モデルで破綻なく再現するっていうのは、やっぱり何度も何度も調整をして仕上げるようなことをちょっと実は行っていたりします。
ワンピースの世界をこう 3D で再現するという意味では、今回のゲームは一つの到達点を作ることができたかなというふうに思うぐらいに、非常に素晴らしいゲームの舞台を作ることができたかなと思っていますので、ご期待いただければなと思っています。このようにですね、作り込まれた冒険の舞台の中で、小田先生にデザインいただいたキャラクターたちやルフィたちがこう自由に冒険できるようにですね、冒険とかそのバトルの部分にもワンピースらしさっていうのがあふれるシステムを今回用意していますので、ちょっとご紹介できればなと思います。ワンピースオデッセイはですね、探索可能なエリアがある RPG になっていまして、フィールドにはやっぱりさまざまな敵が歩き回っていて、そこを麦わらの一味を切り替えながら冒険を進めて敵にエンカウントすることで戦闘が始まるようなゲームになっています。もちろんこれはですね、敵にぶつからないことで戦闘を回避することもできます。この麦わらの一味を切り替えられるだけではなくて、それぞれ持っている特徴に違いがやっぱりあります。例えばルフィであれば腕を伸ばしたアクションができたりとか、ゾロであればそうですね、冒険の中でこう障害になるようなものっていうのを切ることで道を切り開いたり、あとはですね、例えばそうですね、チョッパーであればこう、狭い道をその体型を生かして通り抜けられたりっていうようなことを今回用意していたりします。このようにやっぱり麦わらの一味、彼らの特徴っていうのを生かしながら冒険を進めていく中で、オープンエリアの冒険だけではなく、今回ダンジョンにも挑むことが可能なようになっています。今回の冒険の舞台となるワフルドには不思議な遺跡っていうのはちょっと点在していまして、そこに挑んでいくことがドラマの中で意味を持ってくるというような形で作っています。このように一味の特徴を生かしながら冒険を進めて、そこで何かを明らかにするという、非常にワンピースらしいアドベンチャー体験っていうのをご用意させていただいています。もちろん冒険するのはダンジョンだけではないんですけれども、これは今後の情報出しの中で皆様にお伝えできればなというふうに思っています。そして様々な場所を冒険する中で、もちろん戦いが起こることがあります。今回ですね、バトルシステムのベース自体は王道の、やっぱり皆さんが触りやすいように王道の単性の、コマンドバトルっていうのを採用しているんですけれども、今までのワンピースゲームはどちらかというとやっぱアクションジャンルが非常に多かったかなという、特に最近多かったかなというふうに思っていまして、これはこれで一つ、魅力的な体験ではあるんですけれども、今回ですね、やっぱり麦わらの一味で冒険するっていうところが RPG ならではの、楽しめる要素かなというふうに思っていたので、そこを非常に実感しやすくて、彼らの特徴を生かしながら考えて、プレイヤーの皆様が攻略できるようなものにするためにも、この、単性バトルっていうのを、採用しています。なので、ワンピースの世界で、での冒険を体験する上では非常に相性がいいような、バトルになっているかなというふうに思っています。また単性コマンドバトルでありながらも、やっぱりこう麦わらの一味の特徴を生かせること、そしてやっぱり何より飽きずにですね、変化を楽しめることがやっぱりこのジャンルには求められるかなというふうに思っていましたので、本作のバトルではスクランブルエリアバトルという要素を例えば入れているんですけれども、これはですね、バトルが複数のエリアに分かれていて、そこでですね、さまざまな敵と戦闘可能な一味っていうのがランダムに割り振られます。このエリアの状況ですとか、敵との相性、使える技をちょっと考慮しながら、彼らの属性とか必殺技などの特徴を生かしてこのエリアを制圧していくっていうような、バトルを今回採用しています。またそうですね、ドラマティックシーンというランダムに発生する要素も今回入れています。これはですね、一定確率でさまざまなこう制約が発生して、それをどう切り抜けるかっていうような遊びになっているんですが、例えばですね、サンジで言うとこう女性に囲まれてしまったりとか、ウソップはこう敵に非常に囲まれてしまったりっていうのを、バトルですね、さまざまな制約が今回課されるようなことがたびたび発生しまして、それをうまく切り抜けていくことでより良い報酬がもらえるっていうのを、遊びの一つの醍醐味にするようなことを採用しています。またその他にも一定条件下で味方の連携が使えるようになるなど、ワンピースの家庭用ゲームとして楽しめる体験っていうのをバトルの中にも用意しています。ですので、基本的には非常に触りやすいゲームではありつつも、RPG が好きな方々にも歯応えがある、そして、特徴的な今回のゲームでしかできないようなバトルっていうのを体験していただけるようになっているかなというふうに思っています。都築さんの方から新作 RPG があると言われて、それの音楽をやりませんかということで、じゃあやりましょうということで打ち合わせに行ったんですよ。でそこで初めてワンピースっていうのが分かって、まさかこんな大きいタイトルの作品に自分が関われるとは思ってなかったんで、すごく嬉しかったですね。結構時間をかけたのは今回のメインテーマなんですけれども、シンプルで耳に残るメロとかを作るのに結構時間かけました。まあ今回 の作品はこういろんなところにこう旅をするっていう感じのものなので、それで割と幅の広い楽曲ジャンル的になんですけれども、例えば
エスニック風味があったりとか、まあ、オーケストラ風があったりとか、あの振り幅が広かったので作るのがすごい楽しかったです。あとは今回バンドでレコーディングもしたんですけれども、スタッフの皆さんが自分以上にワンピースに対する思い入れが強くて、すごく盛り上がって楽しく演奏してたのがすごい印象的で、自分もすごく楽しかったです。ゲームに没頭できるように作って、プレイを邪魔しないような感じで作ったんですけれども、音楽の方にも耳を傾けてくれたら嬉しいです。あと生音とかもいっぱい使ってるんで、なるべくできるなら結構いいスピーカーとかそういうのでプレイしていただけたらすごく嬉しいです。さて今回はですね、さらにワンピースオデッセイの情報を伝えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もちろんですね、今回公開させていただいた情報もまだまだ本作の入り口に過ぎません。今後はですね、ワンピースの世界に触れるという意味で皆様が期待するようなドラマやアドベンチャーの情報等も随時ご紹介させていただきますので、ご期待いただければと思います。ありがとうございました。